量パンパンなりそうだよ。そっちの顔もパンパンだしな。わわ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 わ。埼玉の山、甲武山だっけ、武甲山だっけ。おばみ山、いい感じじゃん、髪の毛前髪そんぐらいの方が好き。後ろちょっと横だけ切る、うん、あ私も自分で切る、なんか加えてる、ポテト、うん、何拾ったあいつかわいい、わー拾ったみたいな感じで来てるね僕のだーいみたいな、ね、あれが取られちゃうんだよね。あれかわいそうだよね、取られんのみんな。まあでも動物はもうさ、弱肉みたいなとこかしょうがないんだよ。だってジャビラだったりさ、あんだけさご飯いっぱい用意してあげてるのになぜか相手のものを奪い取んだよ。あれ不思議じゃね。まあそういったらパンダマウスもそうなんだけど、多頭飼いしてるとは絶対相手のものを奪い取んだよあいつら。あんの同じのあるんだよ、不思議な習性だよね。多分あれそういう習性だよね、動物の本能、弱者から奪うみたいな。どうすんの、嫌だからでしょ。だから弱者から奪うっていうあれじゃない。こんなに低くしたら絶対するよな。なんだこれは。え、GTR 毎回もったいないと思う。こんな早朝から島村でお買い物か。なんか限定のものでも買ったのかな、お兄ちゃん。どれ？お姉ちゃんかな。こんな時間に島村ってなかなか行く人いないかな。BTS の花買ったんじゃねえ。あそこに花が生けてある。あったよね、確か。島村と BTS。だいたい瞬殺になっちゃう。暇だ、山だけでいいかい。いいね。オッケー行く？いや。途中までね。うん。全部がいいよ。あの水道橋だったらいいよ。水道橋？水道橋っていうか。あの建物のこと言ってる。うん。不思議な山だよね、あれ。超山。
場行く途中もこんなんだよ。帰り前行ったあそこのスーパーでまた飯食っていこうかな。弁当買って。ああ、いたぶれだ。あったよね、なんかスーパー。あれ、それ筑波さんの帰りじゃなくて。いや、違う、あったかも。あ、こっちもあったっけな、あんま覚えてねえ。なんか、半額だわ、つって買った。いや、普通に考えたら2年間行ってないんだもん。あ、割り箸あるやんね。割り箸、うん、普通の箸持ってきたけど。まあ、割り箸もらっちゃえばいいんだけど。まあまあ、あ、でもあの赤い手提げの中に割り箸普通に入ってるし。あ、でも多分ね、どっちかのリュックにあれだ、この間の割り箸あるよ。あ、そっか。小畑の使わなかったやつ。だってあれ一度客に渡したもんだから、返してもさ、はいどうもって再利用することは絶対ないじゃん。はいどうも。このご時世かといって無駄に2本使うんだったら、貧乏根性出してさ、持って帰った方がいいじゃん。小丸どっちが近いかなって、これは定めねえじゃん。元気。実際の標識や交通規則に従って運転してください。これ 25.1 じゃん。ここから1時間もやったら 25.1 じゃん。これは実際の標識や交通規則に従って運転してください。さっきの近いよ。こっちの近いよ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。実際の標識や交通規則に従って運転してください。5キロの差だからあんまり差を感じない。だからあれでしょ。土地がある分広いんだよ、コンビニがって感じしちゃう。危ないよ。大丈夫。肉丼本舗。高橋卵って何だろう。うまそう。いいね、なんか美味しい。新庄やっぱすごいわ。どうしたの急に。動画見たけど天才だね。すごいなんかチャラいように見えて、上目上の人にはすごい丁寧な言葉で話してる。ああ、うん、ちょっと熱いな。何々してくださって。
確かにどう、なんかマラソン気持ちいいだろうね、山眺められるし。なんか用途のくせ。まあこの辺こういうのあるからしょうがないんじゃない。田舎しようだよこれ。柵みたい。チッチブイチンチブイチッチブイウコ。しぶといけど。でも楽しいよね。行ったことあるけど見てると。行ったじゃん。サダミ。ああ、そうか、あるか。あれも秩父で。もっと、もっとね、せっかく行けば、ちょっとあの辺もちょっと散策。差し込んでんの？本来も空いてたはずなのに。オーバーミー。ひわやさん行くのかな。さあ、超混んでんな。これ左側行った方がいいかな。いやでもどっちにしても右じゃん。進んでからなんか下手に行ってなんかあれなってもでもだやめた方がいいよ。洗脳じゃないの。残った。あ、これ右専用じゃん。今思ったけど。あ、そうなんだ。うん、思いっきり右って書いてあった。やべえな。まあ、ちょっと進んだところでささっと入れてもらえる。どれで組んでるの。法人会に加入しましょう。書いてるの。
途中から分かったよ。あ、途中まであれかと思った、うん、直進と右なのかと思った。これ、これも危ねえ、これこうなった、これわかんねえ、これは大変。またお前さんが前方から来た。どこに？反対車線。これもう取り過ぎた。いや、これからマップが来るぜ。よく見つけたね。まあ、曲がっちゃうかもしれないけど、曲がんなければそのうちこっちにブーってくる。まあパトランプ回ってくから曲がるよ、うん、曲がったっぽいね。直進で混んでるけどな。